約束されていた将来はまばゆいばかりに輝いていた。もう死亡フラグ立ちまくってるはずだったのに。みんなが振り向く女になってみせるんだから、絶対見返してやんかんな。キューン。何この子、なんだこの地道な乙女ゲー。プロフィールから言うと俺この人一番タイプだと思ったけど、お前も無理なのかよ。なんかコメントしてくれよ。お金っていくらあっても足りねえよな。なんだこの変化。ちょっと待ってよ、声優石田明さんじゃん、カオルくんじゃん。マジで石田明さんの声って最高だよね。すげえキュンの飛行めちゃめちゃついてくんだけど、このゲーム乙女ゲー面白いかもしれん。こんばんは、ドコムスです。今日はですね、乙女的恋革命ラブレボ DS 実況プレイやっていこうかなと思います。ちょっとこれいわゆるね、乙女ゲームってものらしいんですけど、僕ね、なんでじゃあこのゲームをやることになったのかっていうところから説明していこうかな。乙女的恋革命ってタイトルのやつ僕が買うと思わなかったんですけど、裏面見たら燃やせ死亡と恋心って書いてあって、即カバンじゃねえや、カバンに入れたの万引きだ。カゴに入れましたね。でね、調べたらね、このね、DS 版ね、どうやらね、ボイスがないんだって。いや、嘘、ちょっと俺、ボイス聞きてーよって思ったんで、ちょっと、今から見てほしいんですけど、はい。都内駆けずり回って、中古のプレステ2のラブレボ見つけました。ラブレボってゲームないですかってめちゃめちゃ聞いたからね。今日ボイスありのプレステ2版に変更いたします。まあ、やっぱ初、乙女ゲーだからね、ちょっと万全の状態でやんないと。乙女的恋革命ラブレボ。いいね、音質がプレステ2だね。よし、じゃあ早速ちょっと新鮮な気持ちでやっていこうかなと思います。じゃあスタート。ラブレボ。あ、まず名前から決めるんだ。桜川瞳が今日、これ何。この子が主人公ってこと。ちょっとじゃあ名前決めていこうか。おお、なるほど。むちゃむちゃ感じあるやん。じゃあまあこれだろうね。どう？こう。こうはそうだな。これだろうな。あ、いや、他にも使いてえ子がいっぱいあるな。なんでこんな感じあんの。すごくない？バリエーション。ここでめちゃめちゃデータ使ってるやん。あれ？普通美しいっていう字あるよね、名前。なんでみ、みのラインナップなんでこれな。なんでチミ毛量のみがあんの。じゃあ、どこ結びで行こうかなと思います。決定。今からほんの少しだけ昔、私はいわゆる美少女と呼ばれる女の子で、数えきれないほどの美少女コンテストでの優勝やテレビ CM のお誘い、誰もがみんな私のことを可愛いって言ってくれた。まあ確かに可愛いね。誕生日には車で届けられる数多くのプレゼント。約束されていた将来はまばゆいばかりに輝いていた。もう死亡フラグ立ちまくってる。はずだったのに。これ現在？いつの間にかこんな感じになっちゃった私。だってたくさんあるプレゼントの中でも特に多かったのは素敵なお菓子たち。そして、幼い頃に聞いたお兄ちゃんが言ってくれたあの言葉。うんうん。お前は何してても可愛いけど、食べてる時の幸せそうな顔が一番だな。なるほどね。これで食っちゃったんだ。甘いものを食べてる時の私の顔を見て、みんなが幸せになるんだと思っていた。いや、まあ思っていたってか、みんなは幸せになってんじゃない。最近、結構きつい体型だねなんて言われることも多いけど、そんなこと全然ないよね。まあでもそのお腹のひよこはちょっときつそうだね。ボリボリ。そもそも今時の女の子ってちょっと痩せすぎでしょ絶対。まあそれはあるかもしれんね。ボリボリ。痩せるためにご飯を残したり食べたいお菓子を我慢するのって。ちょっと言い訳パート長くね。冒頭言い訳から始まんのかよ。それに作ってくれた人やお菓子メーカーさんに失礼だと。いいって言い訳は。お菓子いっぱい食べたんだろ。それは自分のせいだよ。おい、ちょっといいか。お兄ちゃんどんな感じなんだろう。
実はな、お兄ちゃんむちゃくちゃかっけ。新しい入居者が挨拶に来てるんだよ。なんだそのポロシャツ、胸に無理って書いたんだけど。遠回しに行ってんのか。もともとはここうちのパパが建てたマンションで、学校から近くてすごく便利なんだけど、ちょっと家賃が高すぎて、これまでは私とお兄ちゃんの他には入居者が2人しかいなかったの。それが明日の新学期から一気に5人も入居者が決まって、パパは大喜び。どんな人が来るのかずっと楽しみにしてたんだよね。みんなお前と一緒の学園なんだってさ、せっかくだからお前も挨拶しに来いよ。あ、なるほど、同級生が引っ越してくるってこと。うん、わかった。同じ学園の子か、どんな子たちなんだろう。こんにちは。うわうわ、なんだ音楽始まった。これ大丈夫かな。まあいいか、ちょっと聞きたいよな、さすがに。乙女的恋革命ラブレボ。なんかオープニング始まったんだけど。いいねこのオープニング突然オープニング始まった。これこうやって見るとやっぱりさ、まあ学園ハンサムって乙女ゲーのから着想を得て作られたゲームじゃん。このひな形ってこういうとこから来てんだね。いいね。おー、いい。ちょっとこれからの波乱の学園生活が想像できるよ、これめちゃくちゃ楽しみだわ。俺、これ私？いいね。何この人。いい曲だわ。あ、いいね。ちょっとイケメンばっかりなんだけど、楽しみだわこのゲーム。なんなのこの人たち、異様にイケメンばっかりだわ。どういうこと、そう登場したのいきなり。っていうかこの人たちもしかして学園人気ナンバーファイブの人たちじゃなかったっけ。マジかよ、 F5 が入居してきた。一ノ瀬廉、むちゃくちゃイケメンなんだけど。なんかパッケージよりイケメンだな。香原まさき、あ、こっちもいいね。あ、こっちもいいね。深水なんだこれ、俊太とかかな、読み方がわかんねえ。難しい、なんでイケメンって漢字難しいんだろうね。立花健之介、多分志賀慎吾的立ち位置だろうね。上白彩人、なんで全員レッドなの。私もレッドです。ここのマンションのオーナーの娘のどこ娘です。皆さんと同じセントリーフスクールの2年です。今日からよろしくお願いします。まず一番手前にいた一ノ瀬さんに握手を求める。3年の一ノ瀬廉だ。おー、いけば、やっぱボイスありにしてよかったな。うわ、学園人気ナンバーワンの人だよ。ものすごいお金持ちで有名なんだよね。あ、これ桜井さんなんだ。そりゃええ声やわ。え、あれ？なんか全然手を出す素振りがないんだけど、もしかして思い切りシカトされてる？あれ、でもずっとこっちを見てるってことは本当は照れてるだけだったりして。まだちょっと前世紀の自信が忘れられないね、私。邪魔だ。え？お前だよ、お前。一人で何幅取ってんだ。さっさとそこをどいてくれ。ちょ、そんなこと言わないでよ。じゃ、なんかものすごくかっこいいけど感じ悪いな。うわ、ちょっとまさきくん、相葉くんと同じ感じだからいい子だろうな。ごめんごめん、俺は2年の香原まさき。香原まさきくん、学年は一緒だけど1年の時はクラスが違ったんだよな。あ、今同じクラスなんだ。まあ君って結構学年でも有名だから知ってはいたけど。あ、やっぱ可愛いって有名なんだ。まあ確かに君痩せてるとは言えないけどさ、それっていわゆる個性だし気にすることないよ。まさき、きっとこの感じだと本人はわざとじゃないんだろうな。じゃあな、また今度学校で。まさきくん、めっちゃ挨拶しよう。毎日挨拶しに行こう。
クラスまで一体挨拶するわ。どうも、1年の立花健之助っす。やっぱり志賀慎吾ポジだな。確か彼は新入生だけど、入学前からかっこいいって有名だった子だ。銀髪だからね。硬派で女の子にあんまり興味がないって噂を聞いたんだけど、本当なのかな。すげえ、そのサイズの制服ってあるんだ。むちゃくちゃ失礼。みんな思い思いに厳しいこと言っていくな。思い思いに厳しいことって聞いたことねえんだけど。言ってる本人に自覚があるのかどうかわからないけど。あ、比叡の声の人なんだ。てか声優さんむちゃくちゃ豪華なんだよねこれね。次は、あ、この人は確か3年の先輩だよね。女の子にはすごく優しくてファンも多いらしいから、きっとひどいことは言わないはず。3年の上白隼人です。うわ、上白くんもいいね。君、何？はい。なんて言う？じゃ、これから言う。何？なんだよ。なんかコメントしてくれよ。こんにちは。僕、深見聡太。1年でーす。かわいい。はい、かわいい。僕、深見くんにします。そういえば、立花くんと並んで入学前から騒がれてた子だわ。騒がれてねえとあのサンバイザーできねえわな。相当なイケメンしか許されんぞあのサンバイザー。ねえねえ、先輩もここのマンションに住んでるんだよね。うん。やりー、結構迷ったけどやっぱここに決めて大正解。キューン。何この子、何この子かわいい。わからないことがあったら何でも聞いてね。うんうん、聞く聞く。ねえ先輩はどこの部屋なの？僕後で遊びに行く。いきなり部屋来んのかよ。ちょっと距離感やばいなこの子。やばいか、やばい子かもしんない。ちょ、距離感近すぎるわ。それより私ちょっと体型気にした方がいいのかな。よし、明日はほんのちょこっとだけ朝食減らしてみよう。それでは痩せんのよな。俺も悩んどるんよそれで。あー、お腹すいた。マンションでの衝撃の対面からいろいろ気になっちゃって、朝ごはん3杯しかおかわりしなかったもんな。3杯なら我慢したよね。大丈夫？なんか、え、誰だこれ？元気ないみたいだけど。なんか私に似てない？ドッペルゲンガーかな。あ、トール君、そのチョコサンド食べている。チョコサンド食うな。でも遠慮しとくよ、ありがとう。え？食べ物を断るなんて。そんな珍しいんだ。みんな同じクラスでよかったね。オギのリエちゃん、これ友達かな。全員一緒なんてラッキーだよね。柴崎優ちゃん。しかもカハラ君もこのクラスなんて、なんか新学期から楽しみ。やべえ、ちょっと俺優ちゃんも好きだな。例の人気ランキンググループが入居したって本当？いやそうなのよ、うちの高校のスマップが入ってきたのよ。え、そうなの？教えてくれればいいのに。いや、二人に連絡したいのは山々だったんだけど、ちょっと精神的ショックが大きすぎて。そりゃね、私はいつでもポジティブシンキング、常に明るくがモットーだけど、あそこまで揃って反応されちゃうね。さすがの私も落ち込むってもんよ。ああ、先輩みっけ。深見くん、学校にサンバイザーしてくな。式も先生の話も全部終わったから抜けてきたんだ。むちゃくちゃグイグイくんだけど好きなのかな。教室にいると女子が鬱陶しいんだもん。ねえ、僕この後教科書取りに行くんだけど、ついてきてよ。先輩と一緒に帰りたいっす。めちゃくちゃ、何この子、めちゃくちゃ懐いてきてる。よかったじゃない、可愛い後輩ができて。うわ、なんかすごく可愛い。周りにお花が見えるんだけど。確かこの子って、そうだ、男子の、羨望を集めるお嬢様、東条ゆりかだ。漢字がむずいんよ。私てっきり壁か何かと勘違いしてしまったよ。くそがくそ、絶対こいつらぶち転がすぞ。あなたってとても体が大きいのね。てめえぶち転がすぞ。それにとてもがっしりされてて、見るからに健康そうで羨ましいですよ。くそこまで悪口出てくんな。あ、大丈夫ですか？怪我したんなら俺一緒に保健室に。いいえ、こういう時人間性出るよな。大丈夫です、あなたもお気になさらないでね。ちょっと私が弱すぎるだけかもしれない。くそが絶対見返してやっかんな。なんだよあの女、
自分からぶつかっといてさ、感じ悪いの？ねえ、そう思うやっぱり。ありがとう。ちょっと俺トールくんも大事にしていこう。うん、平気だけど、あれ？なんかね、お腹が空いてもう動けない。それは幻覚だ。あら、保健室に来ちゃった。お、なんだよお前ら、急に入ってきてんじゃねえよ。あれ、新キャラか？若月龍太郎。ちょっと待って、この声杉田さんじゃね？この不良教師、保健室でタバコなんか吸ってる。うわ、これ先生かよ。めちゃくちゃイケてんな。トールくんと同じ前からうちのマンションに入居してる人。この人もいんのかよ。とにかく口は悪いし、保健室でタバコも吸うし、二日酔いで逆に生徒に看病される日もあるくらいの問題教師なんだけど、本当は面倒見が良くてすごく生徒人気の高い先生でもある。ちょっと待って、プロフィールから言うと俺この人一番タイプかもしれん。お前、朝飯減らしてきただと？まさかとは思うが、無駄なダイエットでも始めたんじゃないか。何この無駄なダイエットって言葉、キュンとくるんですけど。ほら先生、ふざけてないでちゃんと見てあげてよ。このままじゃ先輩ガリガリに痩せちゃうって。え、別に痩せたいって今ちょっと思ってんだけど、痩せてほしくないタイプなのかな深見くんは。よく見てみろよ一年坊主、これだけ立派にくっついた霜がそう簡単に落ちると思うか？なんかこの声で言われると嫌味に感じないな。やっぱキョンの感じがしてくるな。ハードな演劇部の練習こなしてこれだけプクプクしてられるのはある意味才能だよな。あ、私演劇部なんだ。その不良教師に何かされそうになったら大声出しなよね先輩。ちょっとこいつグイグイ来すぎてちょっと怪しくなってきたな。ちょっと初手グイグイ来すぎてんだよな。で、どうした？こんなポーズする先生おるかい。この間私の体型を見ていい感じにきつい反応が返ってきて、でもほんのちょっと食べなかっただけですぐこんな感じになっちゃうなんて、私ってもしかして結構デリケートな虚弱体質だったりするんですかね。朝飯ってどれくらい食ってきたんだ？いつもより少なくて、ご飯3杯とお味噌汁2杯、焼き魚に目玉焼き。だよね。昨日の場合の豚の刺身とマカロニサラダ、メンチカツとカボチャコロッケもあったかな。あとはカレーデザートとしてアイスクリームとモッツァッツルパイくらい。やっぱりこれじゃ足りないですよね。飛行疲れてるな。一体何するんですか？お前バカか、そんだけ食ってどの口が虚弱とか抜かしてんだ？あ、そんだけ食ってりゃ心配ねえから、ちょっと休んだらさっさと行け。なんかでもあれだね、どこみ、どこみじゃねえや、むすみ卑屈じゃなくてなんかいいよね。ダイエットってのはちゃんと計画立ててやんねえと体調崩すだけなんだからな。まあそれは本当そうだよね。どうせやるんだったら協力してやるから俺様に相談しろっての。キューン。ちょっとこのゲームすげえキュンの飛行めちゃめちゃついてくんだけど、このゲーム乙女ゲー面白いかもしれん。これってマドレーヌ？クラブの連中が大量に持ってきたからお前にもやるよ。そういえば先生、料理クラブの顧問もしてたんだっけ？何言われたか知らねえが、それでも食ってちっとは元気出せな。先生なんだかんだ言っても優しいよね。どっかで倒れてもお前を運ぶのに一苦労どころじゃなさそうだからな。憎まれ口叩くんだから。さーて、せっかくもらったマドレーヌどこで食べようかな。お、初の分岐。うわ、めちゃくちゃ分岐ある。どうしよう。こんなのわかんないよ。保健室で目の前で食べちゃおうと。あのな、ここは避難所じゃねえんだぞ。せっかくタバコ吸おうと思ってたのによ。お前が保健室から出るまでお預け。ちゃんと待ってくれるんだ。あ、そうだったんですか。いいですよ、私なら気にしないで。窓でも開けてればそんなに煙来ないだろうし。バカ、一応生徒の前じゃ吸わないくらいの常識は持ってんだよ。かっこいい。お前はおとなしくさっさと栄養つけて帰ればいいんだよ。かっこいいんですけど。はい、わかりました。んじゃ、後ですぐに吸えるように灰皿でもきれいにしとくか。お、この気遣いよ、イケメンだな。確かに机の隅の方にあるグレイの灰皿には溢れんばかりの残骸が残っている。
あ、グレイの物販で買ったのかな。結構見事なピラミッド型になってる。めちゃめちゃヘビースモーカーかよ。あ、じゃありませんよ、若月先生。ずいぶん暇そうですね。やべ、大ピンチじゃん。そうですね。今日は半日で終わりですし、さすがに保健室に運ばれる生徒も少ないですね。まあ、校長の長いスピーチで何人か犠牲者は出てますけど。反抗的だね。私は嫌味を言っとるんですよ。真面目に答えんでよろしい。あれ、そうでしたか。それは失礼。やっぱ俺 GTO 好きだから、こういうあの権力に反抗的な先生好きなんだよな。生徒に保健室で焼き菓子を食わしているとはどういうことですか。焼き菓子、マドレーヌな。ああ、勘弁してくださいよ。ちょっと疲れてたみたいなんで、俺が甘いもん食わせてたんですよ。かばってくれてる。君がちゃんと指導しないから、こういう子の体型も改善できないんじゃないのかね。マジでデリカシーねえな、この生徒指導。ちょっと待ってもらえますか、先生。え？先生が文句言いたいのは俺の喫煙のことで、こいつの体型云々は関係ないと思います。かっこいい。文句があるなら、勤務時間中に喫煙なんぞしとらんで、しっかり指導することですな。めちゃくちゃかっこいい。ああ、気にすんな。あれは俺様にけじつけついでの八つ当たりみたいなもんだからな。はい、付き合ってください。自分の体型のことを言われたのもショックだけど、でもそれより私のせいで先生が注意されたのも辛いよね。娘もめちゃめちゃいい人なんだけど、あんな風に嫌味言われても何も言い返せなくて、なんかすごく悪いな。でもこういうきっかけでダイエットしようと思うんだったら、俺はすごくいいと思うよ。あ、ショックっていうより、なんか目の前が真っ暗になってきたかも。ポケモン全滅したんか。あ、ポケモン全滅したわ。あ、気がついたか。あ、お兄ちゃん、お前学校で倒れたんだぞ。すっごい心配したんだからな。だから朝飯はきちんと食えって言ったのに。お兄ちゃん優しいな。ファッションセンスダサいな。肉も3キロ買い込んできたから、思う存分食べても大丈夫だぞ。こいつ先般だな。お兄ちゃん、今の話の展開でなんでそうなるの。読み取ってよ、この傷ついた乙女心を。だからさっきも言っただろ、急に無理なダイエットは良くない。まあ緩やかにいかないとね。だって私いけてないんだもん、人生の敗者なんだもん。きっとこれまで出会った人たちだって心の中で私のこと、バカ野郎。お姉ちゃん、何が人生の敗者だ、何がブロックンハートだ。ブロックンハートは言ってねえ。お前はもう忘れちまったのか、あのトロフィーの数々、断っても断っても来た CM の話、雑誌の取材、子供服モデル。よっぽどヤバかったんだろうね、この時。あれは全部昔の栄光じゃない、お前は今でも十分に可愛いんだ。それなのにちょっと言われたくらいで人生諦めてどうする。どうしても体型が気になるなら痩せればいいんだ。まあね、結局結論はそうなるわな。お前は俺の妹なんだからな、それくらいのこと絶対にできる。めちゃくちゃこのお兄ちゃん自己肯定感上げてくれる。サンキュー兄ちゃん。いや、お前にならできる。お前の乙女心を傷つけた奴に見せつけてやれ、お前がいかにどれだけ素晴らしくイケてる美少女なのか。女、お兄ちゃんが一番妹のこと好きなんだな。お兄ちゃん。ティモンディ。確かに今ちょっと高岸さんっぽかったな。君ならできる。高岸さんみたいなお兄ちゃんだわ。お、安心しろ、俺が協力してやるからな。このタイミングで親指立ててくるやつ信用ならねえな。けど体を壊すようなことだけはしてくれるなよ。健康に痩せる、これが目標だ。いや、それは本当に大事だよ。お兄ちゃんの声を聞いてるうちに、なんか本気でやる気が出てきた。痩せればみんなももうあんな言い方しなくなるのなら、やってやるわよ。あ、来た。これでスケジュールを入力していくのか。7日から、はい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 。フルデイ、1日学校行き、勉強を行います。重点的に勉強したい教科を選択します。半日学校行き、残り時間を自由に行動します。教科選択はなく、一般教養が上昇します。これどっちでダイエットできるんだろう。
どうしようかな。100キロゲージの圧がやべえよ。運動してった方がいいのかな、やっぱ。ちょっと一回運動から始めてみるか。じゃあ次の日、ハーフデイにしてみよう。あー、なるほど。ダイエットは、ちょっと待って、じゃあ初日ダイエットの方が良くない？初日ダイエット始まりしよっか。家のお手伝い、部活、町へお出かけ、我慢できません、食べちゃいます。なるほど、これがお菓子ね。完了。この予定でよろしいですか？はい。おお、ステータスが変わってく。お、もう1キロ減ってるぞ。すげえポーズとってる。リズルアウト99kg と、あ、日曜日だ。日曜日は何がある？うわ、何？同じマンションに住む男の子のところに遊びに行きます、できるんだけど。いやでもまだちょっと早くない？まだダイエットした方がよくない？俺もすぐやっちゃうのよ。ダイエットして1週間とかで周りにちょっとさ、なんか気づくことあるみたいな。やりがちじゃん。ちょっとね、最近運動してて、まあ1、2キロ減ったんだけど、みたいな。一番意味ないから、今週はダイエットで過ごそう。いいね。お、0.、まあまあそりゃそう、1週間で500g 減ったら相当なもんよ。これ、過ごしてるとイベントが起きていく感じなのかな。まあじゃあ、勉強もしつつ、学校行って、なんだこの地道な乙女ゲー。一般教養アップ、オッケー。あれ、ちょっと戻ってない？さらに 0.3 減ったのかな。で、これでね、ダイエットゲーなんないにこれ。ダイエットパート長くない？実はな、さっき新しい入居者が挨拶に来たんだけど、お前の学園に転入するらしいぞ。え、また新キャラ？突然失礼しました。私、こちらに入居することになった時田楓の保護者。あ、保護者か。びっくりした。新しい LINE 来たなと思って。年上もカバーしていくんだと思ったら違うらしい。あ、もしかして新しく決まった入居者の人。今さっきお兄ちゃんが話してくれた子だ。なんかかっこよくて素敵な人だな。洋画に出てくるおじさまって感じ。こんな素敵な身内がいるってことは、もしかして時田くんもかなりかっこいいんじゃ。なんて期待しちゃうわ。娘結構下心あんだよな。どれどれ、もらった名刺にはローラン・ルナ・時田。まさかの海外枠。なんか怪しい占い師みたいな名前だわ。そんな占い師聞いたことねえ。職業は占い師かよ。マジで。じゃあ恋愛運でも手を貸していただけますか？はい。私の見立てでは、あなたは今年運命の相手と巡り合うと出ています。マジかよ。すでに巡り合っているのか、それともこれからなのかは分かりませんが。運命の相手ですか？そう。ただ思いを叶えるためには相当な覚悟と努力が必要とも出ています。やっぱ覚悟と努力ってダイエットのことかな。手の中に転がり込んでくるのを待つだけでは叶わないのです。お嬢さんならきっと大丈夫。しっかりした目をしているから。おっと、いけない。挨拶だけのつもりが随分と長居してしまったようだ。何分楓は世間知らずなところのある子ですが、仲良くしてやってください。時折間の抜けたことをしでかすかもしれませんが。ちょっと楓くん、めっちゃハードル上げるやん。なんだか不思議な雰囲気の人だったな。時田くんって子にも興味が出てきたし、学校で会えるのが楽しみだ。あ、そういえば今日って蒼太くんの誕生日だったはず。どうしよう、何か急いで買ってきて部屋にプレゼント持っていこうかな。買って渡そう。はい、いらっしゃいませ。また癖が強いやつ出てきたな。よくそのシャツにそのエプロン合わせたな。では当店自慢のアイテムの数々をお手に取ってご覧ください。あ、でもラップで巻かれたものを指で穴開けたりしないでください、ね。どういう注意？この時代から迷惑系 YouTuber っていたんだ。
ウォーキングレッスン。あー、こういうの自分でも使えんのかな、もしかして。パワーヨガレッスン。うわ、フィギュアとか好きそうだけどな。悪魔大事で欲しい。まあでもこれガチでいくわ。私一番この中で無難なの写真立てかな。あれ先輩どうしたの。家でも3倍座してんのかよ。外せよ。そこになんか紋章でもあんのか、そのデコに。これ喜んでくれるかな。写真とか飾んなそうだな。バスケ好きなんだ。僕嫌いじゃないよこういうの。あー、あんまだったな。あんまだったっぽいな。まあまあかな。じゃあどれぐらいダイエット結構シビアなんだね。今日は転校生を紹介する時田楓くんだ。あ、時田来た。時田楓です、よろしくお願いします。また違う角度から来たな。意外。まあでもあのおじさんの親戚って言われたら確かにね。あのすみません、私は目が悪いのでできれば前の方の席に座りたいのですが。ちょっと待ってよ、声優石田明さんじゃん、カオルくんじゃん。マジで石田明さんの声って最高だよね。あ、そうか。じゃあお前変わってる。てかマジですげえな、声優さんのラインナップ。よろしく。何かわからないことがあったら何でも聞いてくださいね。この二人の並びがある教室やばいだろ。そこだけなんか金色に光ってそう。うわー、なんかゆりか嬉しそうだな。確かに時田くんってかっこいいというか綺麗な顔してるし、一体どんな子なんだろう。